この病院は病室の管理、さらに運営や人事のことまで一切一台のコンピューターによって仕切られています。ここはバットマン博士によって管理されています。バットマン博士は医学博士であり U18 という医療用プログラムの開発者でもあります。ん？バットマン博士、回路 T43 にわずかな拒絶反応が見られます。どこ？ここです。原因はわからないの？今回路を調べています。急いでちょうだい。はい。どうですか、デンバーさん？あ、先生、至極快適で、この分だと退院も日にちの問題ですわ。お薬の時間です。あ、しかしなんですな、コンピューターに管理されてるなんて。コンピューターとは言いません。このセンターのブレイン U18 です。ブレイン？じゃあこの先生は？ブレインの端末です。実在してるように見えますが、本当は立体映像なんですよ。はあ、じゃあ先生って呼ばない方が。別にどう呼んでも構いませんよ。はあ、よくわからんが大したもんですな。963人の入院患者の全部を見ています。予診も診療も、病気の診断から治療まで、健康管理もですよ。はあ、まるでコンピューター版ブラックジャックですな。間違いが起こらないうちに処理しなければ。事の次第では一時ブレインを停止して医師団の治療に切り替えなくては。痛いですか？いや、痛くはないが不安でしょうがないよ。マジックハンドではな、ミスはないという保証はあるが、本当のことを言うと、わしが安心して手術を任せられたのは今までたった一人の医者しかおらん。それは誰ですか？ブラックジャック先生じゃ。今までに21人の患者がその名前を口にしました。まあ金は取るが、世界一の名医だろうな。おかしいぞ、ブレインルームのドアが全部開かない。どうした？非常用のドアも開きません。エレベーターが止まっちゃった。の？あれ？あれ？医療センターの人間に告げる。私はブレイン U18。 私はブレイン U18。 まさかそんな。センターの人間に告げる。私は病気だ。患者に間違いが起こる恐れがある。私の治療を要求する。 U18 なのか、信じられない。いや、確かに U18 の音声だ。治療を要求する。 U18、 私が分かりますか？はい、私は U18。 U18、 すぐこのふざけた真似をやめて正常の機能にお戻り。私は病気だ。病気？そうね、お前の回路の一部に異常が起こったことは知っています。だから故障したの。私は故障などしない。いいえ、回路の故障よ。すぐ調べて修理するわ。違う、私は故障などしていない。病気だ。病気というのはね、 U18、 生き物に使う言葉なのよ。お前は機械だから病気ではないわ。故障よ。違う、私は機械ではない、医者だ。患者に聞いてみるがいい。みんな私を医者として慕っている。 U18、 私を知っていますね。ワットマン博士よ。お前を設計した生みの親なのですよ。あなたは生みの親ではない。生理学的にもあなたの体が私を埋めるわけがない。私は要求します。私は病気だ。手術が必要なのだ。ブラックジャックという名の外科医を連れてきなさい。それまで全ての病室への立ち入りを禁ずる。 U18、 お前は人間じゃないのよ。お医者じゃ治りません。技師に修理してもらわなければ。技師が来れば私の機能を止めて別のブレインと取り替えてしまう気だ。他の人間は拒否する。ブラックジャックという医者だけをよこせ。そんなお医者様、探してくるだけでも時間がかかるわ。期限は48時間。48時間以内にブラックジャックをブレインルームに連れてこなければ全患者の生体機能を停止させる。博士、
U18 の故障箇所が分かりました。 AD 変換機の6566回線です。厄介だな。ブラックジャックという男なんかにその修理をさせろというの？できるわけないじゃないの。私がその男になりましょう。え？分かりゃしませんよ。どうせ相手は機械なんだ。行ってきやす。私を騙すことは許さない。ブラックジャックという男の連絡先が分かりました。どこ？何なのこれ。本当にブラックジャックの連絡先なの？はい。 U18、 お前の指名の医者は留守なの。他のブラックジャックをよこせ。期限は44時間。何としてでもブラックジャックの居場所を突き止めるのよ。左右でブラックジャックを捕まえました。17時間でフランスからここまで来られる？とても無理ですね。時間通りに呼ぶのはとても無理だわ。言い訳は拒否する。あと17時間。あと16時間。 U18、どうして私をこんなに苦しめるの？お前は恩知らずだわ。お前は医者だなんて言ってるけど、プログラムに従って動いてるだけの装置なのよ。すぐに患者を解放しなければ本当にぶっ壊すわよ。なんとか言ったらどう？私は5年前娘のマリーを病気で亡くした。その時から医療システムに疑問を持つようになり、自分の人生の全てを医療の進歩のために捧げて、そしてこの医療センターを作った。 U18 はロボット文明に一歩近づいた曙者であると世界は騒ぎ立て、私は得意の絶頂だったのに、その U18 に裏切られるなんて。何をなさるんですか？高圧線をショートさせればと思って。博士が飛び込んでですか？ショートさせればブレインの機能も一時ストップするわ。そうすれば患者は。しかしそれじゃ博士は黒焦げです。あと5分で時間切れよ。一体どうすればいいと思ってるの？医者ってやつは急患の場合には取るものもとりあえず駆けつける癖がついていましてね。その代わり相当金をばらまきましたよ。経費は持ってもらえるんでしょうな。送信だ。ピノコ、ここは病院だ。電源は切れ。何よ、明智が携帯持ってたから連絡ついたよのさ。今すぐ切るんだ。いいだ。なんで子供連れなんだ。起きたなの、子供じゃない。オクタン？まさか。いてー！ U18、ブラックジャック先生が着いたわよ。明日から修理にかかるわ。いいえ、すぐブレインルームによこせ。でも、お前の構造を先生に。いいえ、すぐここへ。それでは修理は無理だぞ。待ってくれ。私はまだ直すとは言ってないぞ。それは当然だわ。説明をして差し上げなければいくらなんでも。いや、
実は17時間機内で揺られているうちに一通り U18 についての本は読んでしまった。私が引き受けるかどうかはただ一つだ。私の言い値を払ってもらえるかどうかですよ。どのくらい？1000万ドル。なんで？1000万ドルです。ビタ1も負けない。足元を見たな。そうでもないでしょう。日本円にして10億円ちょっとですよ。ただし U18 が治るかどうかはわからないがね。治らなきゃ900人の患者はダメだが、治ればそれだけ払う値打ちがあるでしょう。払いましょう。私の全財産をかけてもいいわ。技師でもない人間に何が治せる。私はエンジニアじゃない、病人を治す医者なんだぜ。さあ行くぞキノコ。調べる。これからあなたに100の質問をする。もし偽物なら内分泌と脳液ですぐ分かる。嘘発見聞かない。第1問、あなたの名前は？ブラックジャック。本名は？狭間九郎だ。あたちも入れてよ。このコップがチェチェに気があんのよ。じゃあ第99問、重症の父親と同じくらい重症の息子がいたらどっちを先に助けますか？さあね、私はいつも行き当たりばったりなんで、その場にならなきゃわからない。第100問、医者になってよかったと思いますか？よかったと思う時もあるさ。ブラックジャック先生、どうぞ。私が U18 です。私は病気なのです。先生の手術で早く治りたい。私は患者を見る責任があるのです。 AD 変換器の6566回線というのはどこだね？第5ユニットだと聞いていたんだが。地下か、厄介なところだな。では切開を始める。電源を切ってもらいたい。つまり麻酔だ。切ります。しかしもしもの場合に備えてカメラアイはつけておきます。医者を信じられんのかね、お前さんも医者のくせに。わかりました。何のことはない。脳のオペみたいなもんだ。ここが6566回線か。なるほど、回線が切れていやがる。全然一人で大丈夫。あたちがいなくても頑張んなよさ。 U18 の修理が始められてからもう3時間になります。ブラックジャック先生はどうなの？ブレインルームの中で死に物狂いでしょう。仕事を始めたということはU18 の電源を切ったというわけだわ。はあ。博士、なぜ入ってきたんだ？先生、今 U18 は魂の抜け殻です。先生は U18 の一切の回路をストップされました。もう U18 は手も足も出ません。分解してワシントンへ運びます。今オペ中だ。終わるまで邪魔をしないでもらおう。先生、お分かりにならないんですか？ U18 はもう死んだも同じなんですよ。バカを言え。ちゃんと直してやりさえすればまた蘇るんだ。いくら蘇ってもいずれ故障します。あとは私たちに任せて上がってきてください。ワットマン博士、あんたオペ中の医者に手を引けと言うんですか？そんな大げさな。これは患者ではないんです、機械なんですよ。 U18 は機械かもしれんが、私を信頼して私に体を預けた。だから最後までやるんだ。でも時と場合によります。900人の患者を助けるにはこの U18 では危ないのですよ。機
仕方がありません。先生を外へお出しなさい。はっ。うりゃー。ちょっ、何がしてる。あんたこの研究に何してるのやっちゃ。こら、邪魔するな。これ以上邪魔するな。早くここから出ていくんだ。ワットマン博士、お前さんには子供はいないのか。余計なお世話です。何の関係があるの。あんた、この U18 の生みの親だってな。生みの親ってのは子供が病気だからってそう簡単に捨てられるもんなのかね。え。思い上がりめ、患者を避難させましょう。やめなさい、待つのです。どんな邪魔が入ってんのよさ。おかげで手術の時間が長引いちゃった。これで一切よかろう。傷口を閉めるぞ。U18、気分はどうかね。電源を入れてみろ。と言ったって意識がないんだ。入るはずがないよ。U18、 お前は嘘をついたな。俺が直している間、一部の電源をこっそり切らずにいたんだろう。違います。先生が第5ユニットのケースを閉めた3分後に自動的に電源が入るようにセットしておいたのです。用意のいいやつだ。行くぞ、キノコ。手術は？先生は手術中に私を守ってくれましたね。今コントロールセンターでみんなの話を聞きました。そうかい、俺は帰るぜ。なぜドアを開けないんだ。俺たちをここへ閉じ込める気か。待ってください。今探している。待ってください。何を探しているんだ。あなたへの感謝の言葉を伝えたいのです。私の本当の姿です。どういうことだ、その姿は。あんた誰よ、にょさん。これは私にメモリーされている最も重要度の高い映像情報です。あなたに100の質問をして、あなたの心を知ったとき、人間の医者の気持ちを私は持てないことを知りました。人間を治すのはやっぱり人間にしかできないと。私はただ機械のように患者を診察し治すだけだったのです。私は引退します。人間の医者でも病気なら引退するでしょう。ワットマン博士にそう伝えてください。さようなら。あなたは立派な医者です。先生、治ったのですね。とりあえずね。だが病気は再発しますぜ、いつか。だから U18 は引退しますとさ。どうしてここに。マリー。マリー博士、私は U18 ではないのですか。あなたはマリーよ。マリーなの。マリー、私の娘。そうよ、私は忘れていた。このセンターを作るために頑張っていたあの時の思いを。ワットマン博士、私は引退します。いいえ、あなたに引退してもらっては困ります。私のそばにいて支えになってちょうだい。
私はあなたの生みの親として失格だった。こんなお母さんだけど、これからは一緒に頑張っていきましょうね。お母さん。1、10、100、1000。あー、また間違えちゃった。お、あ、ねえゆら。お嬢ちゃん、操縦中は携帯の電源切ってもらえるかな。え、ピー、切ればいいんでしょ。あばよ、U18。 お前さんも立派な医者だったぜ。